はい、皆さんこんにちは。最近忙しくてちょっと投稿が滞っております。ここはホタルの怖い場所の一つです。なぜ怖いのかはもうお分かりだと思いますが、あの青い骨が取りたいのに取れないホタル、なぜならそうルンバがいるからです。動いてるときはねあまり吠えなくなったんですけど、ルンバの居場所はここっていうのは分かってるんですよ。でここにこうやって物が入るとダメですね。ものすごく警戒して怖がってます。もう取れそうなのに。はい、上手に取れました。これ僕がお昼にちょっと休憩で昼寝ゴロンとしたとしたらホタルが乗ってきて、ホタルも一緒に休憩してるところです。お目目クリクリ。でも耳が立ってるから何か警戒してますね。あ、でも可愛い。まあ最近先週も金土日と出張で大阪や東京に行って、今週も土日でまた東京行かないといけなくて、自宅にいないとちょっと動画の編集ができないので、そういう時はショート動画を上げているんですけども、本当はねこの本編というかこの今173話ですけど、早く200話に行きたいので、どんどんこの YouTube の方を上げていきたいんですが、まあ、ちょっと出先だとできないので、できる時に作って貯めておきたいんですが、なかなかこれも仕事の関係でできなくて、ちょっと雲行き怪しくなってきました。年内200話、まああと2ヶ月ちょっとあるんで、どこまでいけるか分かんないですけどね。動画はね結構溜まってるんですよ。面白い動画もまだあって、まあ、一応順番には出していってるんで、ちょっと内容がいろいろ、ね、今回も怖い場所でっていうタイトルなんですけど、ホタルの寝てる動画がほとんどっていう。以前はねちょっとこう前後しても内容が被るやつを選んでやってたんですけど、もう時系列でどんどん出していこうと思って、だいたい今回短いですけど、だいたい5分前後の動画を作るように意識はしております。あ、そうだ、この間ねホタル初めて登山に連れて行きました。その時も様子もまたちょっと楽しみにしておいてください。ホタルね山登れました。やっぱりねパワーありますね、筋力あるから。ちょっとね上りはね安心して見てたんですけど、下りが心配だったんですけど、まあそれも特に問題なく降りていきました。体力ついてます、ホタルちゃん。あとね、そうだ、皮膚の状態とかなんかも皆さん結構皮膚のことは気になってるみたいなんで、それも動画撮ってるので、また楽しみにしておいてしててください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。